皆さん、こんにちは、翔です。で、今日がですね、7月の26日なんですけど、今日日経平均ですね、上がったんですけど、300円も上がってないんですよ。金曜日時点で日経平均先物700円近く上がっていたのに、場中ですね、ニューヨークダウ先物が200ドル相当下げた関係で、上値をですね、ちょっと抑えられてしまっているような形になるんですね。あとですね、需給関係悪化しているソフトバンクグループ、ここに関しても今日また下げてきてますから、現状のですね、日本株市場の動向、今後の動向をテクニカル分析、いつも通りしていきたいと思っていますので、よろしくお願いします。で、僕はですね、2013年から7年間、証券会社に勤めていた元証券マンです。で、今はですね、専業投資家兼投資系 YouTuber として活動してるんですけれども、実際にですね、僕は資産を何倍にも増やした手法であったりとか、まあ、テクニカル分析のやり方、あと個別銘柄の分析方法ですね、そういう情報を皆さんにですね、シェアしていくので、まだ僕のチャンネルですね、登録されてない方がいたら、ぜひともですね、チャンネル登録と、あとですね、よかったらツイッターのフォローもよろしくお願いします。というわけで、まずはですね、いつも通り、マーケットの概況ですね、そこから見ていくんですけど、S&P500、4411、1.01% 上昇。ナスダック、14836、1.04% 上昇。ニューヨークダウ、35061ドル、0.68% 上昇。VIX、18.95、10.17% 急騰。日経平均、27833円、1.04% 上昇。上海、3467、2.34% 急落。深圳、14630、2.65% 急落。ユーロストック、4083、0.63% 下落という形になっています。で、これを見てもらったら分かる通りですね、金曜日時点ではですね、米国株最高値更新という形になってるんですけれども、現状、ニューヨークダウ先物が下がっている関係で、ビックス指数ですね、市場のファン心理を表す恐怖指数が、またですね、上がってきているような形なんですよ。で、日経平均に関してもですね、今日285円高の27833円、28000円を固めるですね、動きを今日してくるかなって思ってた段階で、ちょっとですね、肩透かしを食らってるっていう形になりますから、まだですね、需給が悪化している銘柄が足をですね、相当引っ張ってるような形なんですね。さらに中国マーケット、上海、深圳ともにですね、2% 以上大きく急落していますし、ユーロストックに関しては 0.63%、まあ、若干下がっているという形になってますんで、まあ、今回ですね、やっぱその、場中にさっき言った通りニューヨークダウ先物が下がってたっていうところと、あと中国マーケットがですね、やっぱし大きく下落してしまったっていうところ、ここをですね、やっぱしっかりと見てた方は、日中ですね、一旦、資産の方を高いところで売却っていうこともですね、できたんじゃないかなっていうふうには思うんですよね。で、僕に関してはですね、以前から皆さんにツイッターであったりライブでお伝えしている通り、もう月末月初はデートレしかしないっていうふうに決めてるので、なので今日もですね、しっかりと一応狙った銘柄に関しては利益を取ってるような形ではあるんですよ。で、長期の資産もですね、まあ全体的に 2% 相当上がってきたので、まあそこに関しては今ほったらかしの状態で、まあ置いているっていう形になりますから、一応僕がですね、どういった取引をしているのかっていうところだけはですね、よかったら知っておいてほしいなっていうふうに思うんですよね。まあツイッターの方でもですね、ちょっとヒントらしいものをですね、皆さんの方にツイートしているので、今日もですね、レーティングの情報を配信してからレーザーテック、うまく利益取れましたっていう方いましたんで、まあ、そこあたりもよかったらですね、参考にしてみてください。で、現状のですね、日経平均の動向ですね、そこを見ていくんですけど、これがですね、日経平均の日足チャートですね。で、現状ですね、下の MACD に関しては、青のラインが若干フラット、少し切り上がってきている。で、ストキャスティックスは売られすぎの水準。で、RSI ですね。ここに関しては、まだですね、上値の抵抗ラインを捉えきれてはいないんですよね。ここのラインですね。ここまで戻ってくるかどうかっていうところをちょっとですね、意識しておくべきかなっていう形です。で、現状はですね、ここの抵抗ラインですね。そこが意識されている段階で若干上回ってきてますから、RSI はこの三角持ち合いのトレンドラインに入ってくるかどうかっていうところをしっかりと見ながら、明日はですね、ちょっと取引してもらいたいなっていうふうには思うんですよ。で、ここにですね、一応その窓らしいモードをですね、少し開けてはいるので、そこを埋めてくるかどうかではあるんですけど、現状ですね、ボリンジャーバンドの中央線ですね、この赤のラインに関しては、切り下がってしまっているので、上がってきた段階で、おそらくここあたりで一旦揉むと思うんですよ。まあ、ここもですね、相当意識されている展開だと思うんですけど、なので、目先単発的に上がってくる可能性はあるんですけど、まだですね、その、マーケット全体の需給ですよね。日商合計の信用倍率が非常に高い状態に止まっているので、そこはですね、まだ決算シーズンしっかりと見ながらなのかなっていう気はするんですよね。で、今回ですね、日経平均の上下に寄与した銘柄ですね。それがどこだったのかってところを見ていくんですけど、これを見てもらうと上昇寄与度1位がファーストリテイリング。
日経平均を25円相当押し上げてるんですよ。で、その下に東京エレク、ダイキン工業、リクルート、M3、この5銘柄が上昇強度トップ5なんですね。まあ、ファーストリテイリングがね、ちょっと上がってきてるってところと、東京エレクトロン、まあ、1% 上がってるっていうところは結構評価されるところではあるんですけど、ただし問題なのが下落強度上位ですね。1位がソフトバンクグループ。また 2% 下がって、日経平均を33円押し下げてるんですね。で、その下にセコム、スズキ、資生堂、キャノン。まあ、この5銘柄なんですけど、一番注目しないといけないのは、やはりソフトバンクグループなんですよ。もうここがですね、もう需給がめちゃめちゃなので、今の段階でですね。もうマーケットが上がってるのに、上がらない、逆行安っていう形になってますので、相当ですね、やっぱしその、根が深いのかなっていう気はしますね、やっぱし。ここがね、やっぱしプラスに今日、転じていればもうちょっと日経平均に関してもムード良かったのかなと思ったんですけど、ここがね、見た段階でもう下げに転じていましたから、あ、今日はちょっとダメだなっていうふうに思ったんですよ、僕も。なので、まあ、いいところで、ね、一旦売却、まあ、売り買い売り買いを何回か繰り返してやってるんですけど、今日は4回転ぐらいあったのかな。はい。まあ、そんな感じです。で、現状のですね、ソフトバンクグループのチャートですね。そこもちょっと見ていくんですけど、現状ですね、ボリンジャーバンドの下の青のライン、マイナス2シグマのラインまで冷やしはまた落ちてきてるんですよ。で、MACD デッドクロス形成。で、RSI は売られすぎの水準あたりをうろうろ張ってる状態。で、ストキャスティックスは売られすぎ。なので、ストキャスティックスが売られすぎなので、短期的にですね、やっぱしボリバの中央線ぐらいまで上がってくる可能性あるんですけど、本格的に上昇局面迎えるためには、決算ですよね。決算。ここの決算を、通過してからでないと難しいと思います。ソフトバンクグループに関しては高額材料、まあ、混合してるっていう形になるので、で、今現状の信用倍率が確かその14倍を超えてるような形なんですね。16倍だったかな、確か。なので、まあ、そこあたり見ても、一桁台ぐらいまで信用倍率が改善してこないと、本格的に上がってこないんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。前の段階もそうだったんですよ。セオ信用倍率が、13倍か4倍ぐらいまで高止まりした段階でソフトバンクグループ下がって、制度信用倍率が8倍まで落ちた段階でソフトバンクグループ上がってったんですね。なので、まだまだちょっと時間がかかる可能性があるので、イコール日経平均の上値もまだまだ重たい可能性があるんですね。まあとりあえず3万円っていうところはですね、まあ遥か先っていう形になりますから、29,000 円もですね、ちょっとまだまだ難しい可能性はありますよね。よほどその全体的に日経平均の EPS、一株当たり利益が決算の、まあ、決算を迎えにつれて、決算指数本格化するにつれて、やっぱし上がっていかないとなかなか難しいと思うので、で、今現状ですね、日経平均の PR っていうのは 13.4 倍なんですけど、EPS が2050円近辺なんですよ。で、2150円近辺まで上がってきたら29,000 円であったり3万円っていうところは、状況によってはまあ見えるっていう形になりますんで、まあそこあたりもですね、よかったら見とってほしいかなっていうふうに思います。はい。で、今回ですね、日経平均に合わせてさらにですね、見ておいてほしいのが、海外投資家の売買動向ですね。そこも見てほしいんですけど、これがですね、投資主体別売買動向。まあ、現金のみの部分ですね。先物はまた別です。はい。で、これを見てもらうと、7月の16日の週、海外投資家、やっと日本株を買ってきてまして、1101億円相当買い込んでるんですよ、現金で。で、逆に、売りに転じたのは個人投資家ですね。現金で2167億円相当売却してるんですね。で、現金の方、現金のキャッシュの方では1990億円相当売ってるんですけど、信用取引の方は176億円相当しか売られてないんですよ。イコール需給はまだ全然改善していないので、そこはですね、しっかりと抑えておくべきところかなっていうふうに思います。やっぱしですね、さっきも言った日商合計の信用倍率が改善しないと、全体の需給動向っていうのは2018年、の同期ですね、米中貿易戦争の時乱高下日経平均したんですけど、そこ並みにですね今悪化してますから、全体もう信用取引でやっぱ個人投資家調子に乗ってですねやっぱ買いすぎてるんですよ。なので何かしらの悪材料が出てくると一気にですね買いが売り方に転じてしまうので、なのでやっぱし結構不安定化してるんじゃないかなっていうふうに思います。
米国株市場が上がってるのに日経平均が上がらないっていうところはまさしくそこが原因になりますんで、まあこれに関してはもう何ヶ月も前から皆さんにねアナウンスしてることですから、まあそこはですね知ってる方多いと思うんですけど、ただ知らない方がいたらですね、よかったら過去の動画ですね見ておいていただきたいなっていうふうに思うんですよ。まあ、かなりですね重要な情報になりますのでよろしくお願いします。じゃあ次にですね見ていくのがトピックスですね。トピックス、そこのですね動向を見ていくんですけど、トピックスに関しては今回ですね 1.11% 上がってまして、日経平均よりも若干有利だったんですね、状況としては。で現状ですね日足の位置はボリンジャーバンドの中央線ですね、この赤のラインのところまで上がってるんですよ。で25日移動平均線であったりとか一目の上下のラインですね、この緑のラインそこあたりが意識される展開になってるんですけど、MACD、青のラインに関しては切り上がってきている。で、ストキャスティックスも上がってきてるし、RSI も上がってきている。で、RSI に関しては、ここもですね、上値の抵抗ラインを意識という形になるので、おそらくここあたりですね、延長するんですけど、ここのライン、意識っていう形で、マーケットを見てあげる必要があるかなっていう気はしますから、ここにタッチしてくる可能性はあるんですよ。ただここを抜けてくるかどうかってなってくると、またですねちょっと様子見ながらになりますんで、どうなのかなって感じですね。ここも強いんですけどね、日経平均よりも強いんですよ。チャートの形はかなり、特にそのボリバーの中央線ぐらいまで上がってると思うんですけど、日経平均に関してはまだですねそこまで上がってないんですよね。なので今現状マーケットは日経平均よりもトピックス有利になってる。それはですね NT 倍率、日経平均を割ることのトピックス、それで表されるチャートを見ても明らかなんですけど、これは分子が日経平均で分母がトピックスなんで、上昇すると日経平均より、下落するとトピックスよりっていう風に需給動向を判断することができるチャートになります。でこれはですね今下落方向にバンドオークらしいものを形成してるんですよ。で、MACD も下落トレンドを形成してるし、ストキャスティックスは売られすぎ。で、RSI に関してもですね、売られすぎのラインにタッチしてるんですけど、まだこれがですね、切り上がってくるような兆候は出てないんですね。ただし、パラボリック、このドットチャートですね、これに関しては、ボリバーの中央線、この赤のラインを下回ってきてますから、日足とトレンド転換する可能性、交わる可能性が結構高くなってきてるんですよ。なので、もう少ししてきたら、この NT 倍率も上がってきて、トピックス構成銘柄よりも日経平均の寄与度の高い銘柄の方がパフォーマンスが良くなってくる可能性が考えられるんですね。ただし現状まだこれが切り下がっているので、なのでソフトバングループであったりとかファーストリテイリング、いまいち上がらないんですよ。反応が鈍いんですよ。すべてはここがおそらく原因だと思いますので、しっかりとこのですねトレンド転換のタイミングですね、そこは見ておいてほしいかなと思います。これがですね上昇に転じた段階でソフトバンクグループであったりとか、まあ、ファーストリテイリング、東京エレクトロンとか、まあ、寄与度の高い銘柄ですね、日経平均の。そこあたりが、本格的に動き出してくる可能性もあるので、まあ、随時チェックですね、ここあたりに関しては。いつ切り返してきてもおかしくないので、じゃあ次にですね、見ていくのが、マザーズですね。ここもですね、ちょっと見ていくんですけど、で、マザーズに関しては今回ですね、0.36% しか最終的には上がってないんですね。で、現状の日足の位置は一目の上限、この赤のラインを、トライという形で今日上がってきています。で、MACD に関しては、まだ切り下がってるんですね。で、ストキャスティックスに関しては、売られすぎの水準に来ている。で、RSI に関しては、ここはちょっと判別しづらいので、おそらく、ここは、ここのラインかなって気がします。もうちょっと下かな。ここですね。ここと、この点と、この点と、ここと、この点、一致すると思うんですけど、そこをですね、抜けてきてるんですよ。抜けてきてるので、そうなってくると、次に意識されるところは、まあ、ここであったりとかね、まあ、ちょっと、ここのライン抜けてくるかどうかっていうところを見ないといけないかなっていうふうに思いますから、そこもですね、ちょっと注目かなっていうふうには思いますね。ちょっとね、トレードをですね、毎日してるので、いらんラインがですね、ちょっと多いんで申し訳ないんですけど、あとはですね、東の割の抵抗ラインもちょっと注目かなと思いますよね。ここの割の抵抗ラインになるんですけど、直近ですね、この斜めの割の抵抗ラインを抜けたんですけど、またこのラインを下回ってしまってるんですね。なので、ここを明日以降脱回してくるかどうかだと思います。ここに関しては。で、ちなみにですね、移動平均線に関してはまだですね、5日移動平均線切り下がってきていて、25日とゴールデンクロス組むような形で切り上がってきてないですから、5日移動平均線がですね。なので、ここに関しても、移動平均線の向きをちょっと注目ですよね。
そっちの方を重要視してもらった方がいいと思います。はい。やっぱしその移動平均線っていうのは、多くの個人投資家が一番見てる指標になりますんで、テクニカル指標にですね。参考にしてる人多いですから。なので、まあそこはですね、一つ、押さえておいてほしいかなっていう形ですね。で、さらにですね、マザーズへの資金の流れ、それもですね、確認していくんですけど、まず見ていくのが NM 倍率、日経平均割ることのマザーズで表されるチャートですね。で、ここに関しては、まだですね、上がってるんですよ。で、このチャートはさっきの NT 倍率と同じように見て、上昇すると日経平均より、下落するとマザーズよりというふうに判断するんですね。で、現状これは切り上がってるので、マーケットはマザーズよりも日経平均よりに動いてるんですよ。で、このタイミング、このタイミングというか、このチャートが頭を打って切り下げてくるタイミングで、マザーズは一気に上昇に転じますから、そこのタイミングはですね、しっかりと見ておいてほしいかなって思います。で、このテクニカルについて詳しく知りたいっていう方がいたら、概要欄の方にですね、専門の解説動画載せていますので、それを見ておいてください。で、次にですね、見ていくのが TM 倍率ですね。これがトピックス割ることのマザーズなんで、上昇するとトピックス有利、下落するとマザーズ有利って形です。で、これもですね、今上昇方向にバンドオークらしいものを形成しているので、で、これもですね、一目の下限のラインですね。この赤のラインを突っ切ってるんですよ。で、下限のラインと、この5日移動平均線、クロスしてるので、これもですね、まだ切り上げていくパターンなんですよね。なので、マザーズよりも現状まだトピックス有利です。動き的なところで言うと。で、さっきの NT 倍率よりも、この TM 倍率の方が切り上がり方、鋭角なんで、なので、現状ですね、まだまだちょっと、あれかなって気はしますね。マザーズへの流れっていうのがまだ見えてないですね。まあ、ストキャスティックスは変わり水の水準まで上がってるんですけど、MACD に関してはまだ鋭角に切り上がってるんですよ。まだちょっと上げ止まったっていう感じではないので、もしかすると一目の上下のラインですよね。ここを超えてくる可能性も考えないといけないかなって感じですね。そうなってくるとマザーズの本格的な上昇というのはもうちょっとね後ずれしてくる可能性がありますから、そこは注意で、かつ見ていくのが MGA 倍率、これがですねマザーズ割ることのジャスタックですね。上昇するとマザーズより、下落するとジャスタックよりです。で、ここに関しては日柄調整が4日続いてるんですよ。で、バンドオークの途中に日柄調整が入ってきてるので、ここに関してはジャスタックよりもマザーズよりに動きそうなんですよね。で、パラボリック、このドットチャートに関しては、まだ一目の上限と下限のラインですよね。ここのラインを抜けていないので、下回ってないので、トレンド転換はまだ起こりにくいんですね。なので、まだもうちょっと日数経過して、ここのですね、下限のライン、緑のラインかな、現状は。そこを下回ってきたら、ちょっとですね、MJ 倍率に関しても、このチャートに関しても切り上げてくる可能性が高いので、そうなってくると、ジャスダックよりも、マザーズよりにマーケットは動く可能性が考えられはするんですよ。なので、現状マザーズの需給動向を確認してみたんですけど、まだですね、マザーズ有利じゃないんですよね。どっちかっていうと、順番で言うとトピックス、日経平均、マザーズ、ジャスダックっていう、トピックス、日経平均、ジャスダック、マザーズっていう順番で優位性はついていますので、そこの順番はですね、しっかりと把握しておいてほしいです。どういった順番で、この順位が、ね、今後変わってくるのか、それによって付く銘柄変わりますから、で、さっき言ったその倍率等がマザーズ有利に傾いたら、マザーズ銘柄、まあ、いろんな銘柄ですね、需給軽い銘柄であったりとか、まあ、強度の高いところ、そこをついてもらったらうまくですね、リターンが抜ける可能性がありますので、そこはですね、ポイントとして押さえておいてほしいかなっていう形ですね。で、さらにですね、ちょっと見ておいてほしいのがビットコインなんですけど、ここもですね、実は今急騰してるんですよ。今422万まで今日上がってるんですけど、現状 MACD ゴールデンクロス形成、パラボリック上昇トレンド形成、日足の位置はボリンジャーバンドのプラス2シグマ、この青のラインを超えておそらくプラス3シグマぐらいまで上がってるんですよ、現状。で、上昇方向にバンドを形成してくる可能性もやっぱ視野に入れないといけないかなっていう形で、移動平均線もゴールデンクロス組んでるんですね。で、なんでこのビットコイン今上がってるのかっていうと、アマゾンがビットコインを使って決済を導入するんじゃないかっていう、まあ、憶測ですよね、噂。それがですね、今問いかってるんですよ。まあ、詳しくはですね、ネットであったり、僕のツイッター見てもらったら、情報ツイートしてるので、よかったら後ほどですね、見ておいてほしいんですけど、なので、やっぱりその、
ジェフ・ベソ氏であったりとか、イーロン・マスク氏、まあ、ツイッターとかでいろいろコメントしてくると、やっぱしですね、動いてくるんですよね。まあ、どっちかというと、ジェフ・ベソ氏がうんぬんっていうわけじゃないんですけど、やっぱその、世界を代表する企業ですよね。テスラであったりとか、アマゾン。まあ、ここあたりがビットコインのことについて、やっぱし何かしら、アナウンス、まあ、アクションを起こしてくると、こういったふうにですね、簡単に動いてきますから、まあ今後ですね、どう動いてくるかってところは注目ですよね。今日ちなみにそのマネックスとかね、あそこあたりも大きく反発していますので、かなりですね、美味しかったんじゃないかなと思うんですよ。ビットコイン関連銘柄に関しては。で、マネックスに関しては 4.75% 上がってて、まあ決算近いんですけど、で、特に注目すべきところはリミックスポイントですよね。ここが今日 24% 急騰したんですよ。ビットコインが上がったってことを受けてですね。なので、今日、仮想通貨が上がったっていうところを見て、まあ、ここあたりの関連銘柄、マネックスであったりとか、リミックスポイント、あとは、そうですね、SBI ホールディングスであったりとか、GMO インターネットとか、まあ、ここあたりのね、動きを見てて、まあ、どれにね、一番資金が向かってるのかっていうのを見てあげたら、おのずとね、利益の方は、結構取れました。はい。特にリミックスポイントはかなりね、美味しかったかなっていう形がするので、なので、明日もですね、ビットコインが上がってくるかどうかっていうところには注目しておいてほしいかなっていうふうには思います。やっぱそのビットコインというのはリスクオン、リスク資産の最たるものの一つになりますので、株式と、株式以上にですね、ボラが激しいですから、なのでここがですね、上がってくるってなってくると、マーケットに関してもかなりいい影響が出てくる可能性あるんですよ。リスクオンという形でですね。で、やっぱりこのビットコインがずっと下がってて、まあ損失が出てくる人多くなってくると、やっぱりその損失補填のためにですね、利益が出てる株とかって売られやすくなっちゃうんですね。特にそのヘッジファンドとかもビットコインに今投資してるような形になりますんで、なのでそういったところも含めてビットコインが上がってきてるイコール、損失補填のための売り、まあそれがですね、出にくくなってくるっていう形になりますから連想でですね。まあそこあたりも、セットで見ておいていただきたいと思います。なのでまたですね、なので、現状のまとめなんですけど、日本株に関してはまだまだですね、重たいです。上値が。ソフトバンクグループ、ファーストリテイリング、ここあたりがやっぱし上がってこないと、なかなかですね、上の方に行かないんじゃないかなっていう気はしますね。決算次第です。決算次第。ソフトバンクグループの決算、どうなってくるかによって、日経平均の一株当たり利益、大きく変動しますから、そこでどう動くかっていうところを、多分マーケットは結構意識してるんじゃないかなって思います。今回やっぱし、ソフトバンクグループ、かなりの高決算出したわけなんで、含み益だとしてもですね。まあ、それによって、マーケット全体の一株当たり利益、かなり押し上げられましたから、その一銘柄によって、ソフトバンクグループに、の影響によってですね。なので、これがさらに次も続いてくるようならば、日経平均の上昇圧力につながってくる可能性あるんですけど、ソフトバンクグループの一株当たり利益が大きく切り下がってくるっていう風になってくると、日経平均にとってかなり悪材料になってきますんで、まあそこあたりをしっかりと抑えながらやっていきましょう。あと、マザーズに関してはまだですね、資金の流れが見えていないので、そこあたりもまたですね、動きが出てきたら、すぐにアナウンスさせていただきます。なので、もしですね、僕が今話した内容ですね、すごいためになった、参考になったと思っていただけましたら、よかったらですね、チャンネル登録、あとツイッターのフォローですね、していただけたら、すごい嬉しいです。はい、というわけで、またね、ですね、何か動きがあったらすぐにですね、情報アナウンスしますので、皆さんよろしくお願いします。皆さん明日もですね、いいトレードしていきましょう。